30年延べ30万人もの人生に裏打ちされた時間をお届けするね。すごいね、すごいよ。30年で30万って言うと10年で10万1年で1万1日に27人っていう計算で想像できる。1日に27人1時間に2人でも足りないね。それも休むことなく働いた計算で、はぁ、忙しい、忙しい、忙しすぎてこの前、血便出たね。しばらくトイレから出られなかったね。動揺しすぎて、私も写真撮ったね。見る？ごめんね、いきなりうんこの話。でも大丈夫、この70分レッスンね、うんこと同じ、うんこ、うんこ、悪いものが全部出ていくね。それも普段は30分しかやってないけど、今日はお客さん特別食血剤と水の70分、血がドバドバね、ドガ回すレベルね。わっはっはっは、もう大丈夫そう。それじゃ先生お呼びするね。あ、私じゃないのかって。私はただの通訳だぜ。先生、日本語喋れません。顔が先生、占い、ことの葉先生、真ん中のが大事で、皆さん親しみを込めてうんこって呼んでるね。失礼。何その日本語ちょっとよくわかんない。でもインドで牛のうんこは聖なる浄化作用があると言われてるね。だからこれからこのうんこ先生がお客さんを浄化するね。あ、見て先生に動きがあったね。あ、出たね、出ましたね、大きいのね。うんこじゃない、うんこはもういて、お客様お好きね。でも分かるよ、うんこは世界を平和にするからね。そしてその平和の結果が出ました、出ましたね。それが最初の10分でした。後のことはあまり覚えていません。ええ、最初の10分です。これがあと60分も続いたんですよ。信じられますか？信じられませんよね。私も信じたくありません。1年以内に死ぬ。インドの言葉で幸せになるとかそういうオチじゃないですよね。私、オンライン占いって初めてだったんですが、なんていうか、正直残念でした。あの70分に5万払ったんですよ、5万。あ、これですか？先日佐川でうちに届きました。いい感じの壺ですよね。この壺に5万払ったと思えば、まあ部屋の飾り付きになるし、部屋も明るくなるし、まあいいかとか思っていた時期が私にもありました。見たんです、今月のクレジットの明細、5万の引き落としの下の欄、この壺別料金だったみたいで、ちゃっかり配送料も取られて。あ、すみません、感情が高ぶると震えちゃうんです。小さい頃からの変な癖で。あれ、
何かしら。この壺中に何か入ってる。嘘でしょ。こんにちは、ナナッセイ。今日はこの道30年、延べ30万人もの追跡に裏打ちされた時間をお届けするね。すごいね、すごいよ。30年、30万って、またお前かよ。お兄さん、切っちゃって返せ、早く。ほら、切って、早く。何？あんたもしつこいな、返さん。金は返すんだ。泣かれても困るね。あのね、お姉さん、こっちも商売なんだよ。泣き疲れたて困るね。え？インチキ？うんこ？インチキじゃないよ、本物のうんこだよ。先生はこの道30年、南アジア一の霊媒師、占い、ことの花だよ。牛の霊から参考の霊、その恥は茶面茶品の神様もわかる。日本でいうところの観音様だよ。先生は観音様すらその身に宿すことができる偉大な霊媒師。何？インチキうんこは私クソったれ。クソったれはうんこの方だよ。あら、どうしようの先生、そんな怒った顔して、あ、怒って言ったの、怒ってるの。もう先生たら、ナマスタンドリーチキンらしい金出しについて、大丈夫、うんこには親しみが持てる。あ、そうじゃない、聞いてます、聞いてます。え、このタイミングで、しかも大きいの、本物の偽物、え、どっちなの先生。返してください、50万。日本語喋れるに決まってるでしょ。何言ってるんですか、ふざけないでよ。え、人が喋ってる時に何画面見て。え、嘘でしょ。そこに映ってるのって私。なんでそこに私がいるのよ。え、何これ、どうなってるの。おい、通訳の、お前、さっきからナマステタンドリーチキンらしい金大事にって、うるせえよ。そんなこんなで、どうやら高名な霊媒師に私が憑依したようです。それからというもの、先生と私、改め先生を通した私と私は、たびたび連絡を取るようになりました。特別な70分はこうして他人には決して話せない特別な毎日へと変わったのです。あん、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 そりゃ、さあさあ、さあちゃんし、そのけ、もっと角度をつけて。あん、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 次は大きく腰を振って。あん、あん、あん、あー、いいわ、あなた最高よ。え、どうしたの。あん、あん、うるさいですって。いいじゃない、あん、あん、言って。だってほら、あー、わ、最初の言葉でしょ。そんで、うーわ、そう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 、最高の言葉だから、こうやって、あん、オン、オン、オン、すごいわ、すごいじゃない。私たち始まりと終わりを無限に繰り返しているわ。すっ飛ばされた48音が私たちに嫉妬しているのがわかる。歌ました。あら、そうこうしているうちに
はい、10分休憩。次は2-8から始めるから覚悟してね。